driving through days and nights. Won't stop for traffic light. I really wanna know, really wanna know. If I figure out where you're going, even if it's thin, I keep on searching for my high. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high. はい、皆さんこんにちは。今日は2022年5月14日、今お昼の3時40分あたりです。今日はちょっと郵便局に予定があったので、今郵便局に行ってきて、これから仕事なので、ちょっと今日はさ、ワイキキまで歩いていこうかなって思っていて、いつもは会社の方が一緒にね、車で乗せてってくれるんですけど、そうちょっとワイキキにも1個、今日か明日の予定があるので、間に合えば今日のうちにそう予定を済ませちゃおうと思って、今からそうバスに乗ってもいいんですけど、最近全然歩いてなくて、これはまずいと思ったので、ちょっと歩いてワイキキに向かいたいと思います。なのでちょっと久しぶりにこのワイキキまでの様子を撮影できるかと思います。ではでは。ワイキキに着きました。今日はね、土曜日ということで、まあここだからかな、人が多そう。ここだからというか、ここはあんまりいないかな、もっともっと向こうの方がいるか。さあ、暑いです。今日はね、そう幼なじみに全部接客用語とか、その商品説明の英語を発音してボイスで送ってもらって、もうずっとそれ聞いて発音して聞いて発音して練習してました。でもね、覚えるだけじゃダメなんですよね。分かってます。どうやったら美味しいと思ってくれて、どうやったら買いたいって思ってくれるかってことを常に考えて、それをさ、こううまく明るく素敵にね、説明できるかっていうのが、でもそれが私の仕事なので、お金をいただいてる以上ね、ちゃんとやらないといけないから。はい、というわけで今日は仕事4日目ですね。なんか1ヶ月、明日で1ヶ月かな。1ヶ月前は、そう、ラスベガスに行ったんですよ、私。ね、で、1ヶ月、あれはいつ ?4 月か。4月16日が、ラスベガス公演だったから、いや、1ヶ月でめちゃくちゃ人生変わったわ、大げさ。環境が変わった。本当に環境が変わったなって思います。しかもその後さ、ラスベガスの後、私、ポートランドに行って、幼馴染のとこに行ってさ、ちょっとゆっくりするから、ね、まだ、ハワイに来て、帰ってきて、そんなに経ってないんですよね。1ヶ月も経ってないっていう、不思議。これは、言っていいの？これは。今日もね、空綺麗です。青い。じゃあもうちょっと中心街に行ってから、また続きを撮影します。はい、リッツ・カールトンのところまで来ました。さあ、ここからぐらいから混み出すかな。私が見る限り日本の方とかアジアの方は全然見ないような気がします。やっぱ国内旅行アメリカの方が多いのかな、どうなんでしょう。今日はね、今日金曜日じゃない？あれ？土曜日か。土曜日でした。土曜日か。もうちょっと曜日も本当にわからないぐらい、今もう目が夢中です。今日の気温は27度。暑いよ。やっぱずっと歩いてると暑いですね。久しぶりに歩いたからかな。暑い。でも風があるので、そんなに地面蒸しっていう感じではなくて、こう日が当たってるところではめっちゃ暑いってなるけど、今こういう日陰のところではちょうどいい、私はねちょうどいいって感じです。ニューヨークはどうなのかな。結構みんなもう最近全然本当にインスタ一瞬も開いてないから、ちょっとあんまりみんなの様子はわからないんですけど、ニューヨークの友達の情報、 LINE してる友達によると、もう春になったよって言ってました。寒くなくなったって言って、よかったよかった。いや、ニューヨークね、本当冬が長いし寒いのだけがねっていう感じですよ。そう、学校入学したばっかりなんですけど、もうこの楽器が来月の1週目で終わるんですね。そうで、みんなはもう1月から入ってるから5ヶ月間か。そうそうそう。でそれが終わったら1ヶ月バケーションに入るから、あれとどうしようみたいな。で仕事もバケーションが来月2週間ぐらいあるのかな、あれみたいな。ってことはさ、6月さ、私めちゃくちゃ暇じゃないと思って、1ヶ月学校ないし、その間も2週間仕事もなくて、せっかくこのなんかルーティンに慣れてきたのに、また休みがいっぱいあって体がなまりそうとかさ、英語がやばいとかさ、いろいろ考えるんですけど、何しよう、っていう感じですね。日本帰ろうかな、私もこのタイミングで。急すぎるか。帰るならでもみんなやっぱ親戚たちが集まるお盆がいいかな。でも帰れるかな。お盆は諦めてお正月に帰るかですね。迷う。あ、なんか今日フェスティバルあってるよ。わお、見に行こう。時間があるかな。行ってみましょう。さあ、今さ、ロイヤルハワイアンのところの過ぎたところところばっかりやしなんですけど、すごいジャパンフェスみたいになってる。あのニューヨークのさ、そういえばさ、あのニューヨークのジャパンフェスの動画がめちゃくちゃ見られてて、私のたださ出勤するまでの内容なのにって思いながら、何なんだろう、そんな感じ。ストリートフェスか。やばい、これ合ってるって知ってたらもっと早くに来ればよかった。知らなかったんですけど、今日はフードフェスが合ってます。人多いね。やっぱ全然違うね。ウベとかさ、美味しそうやん。クッキーわあ、すごい、めっちゃハワイやん。楽しい。てかもう早くに来たかった。もしかしたら明日もあるのかな、ちょっと調べよう。てか毎週会ってるとかそれはないですか。可愛いレーションすごいいいな。やっぱ全然違う。当たり前だけどハワイのものが多いってか当たり前か。いや楽しい。このなんかニューヨークのこういうストリートフェスをで働いてたこそ分かるいろいろとか全然違うしさ、やっぱフルーツがやばっ、めっちゃ美味しそう。これはいいね。ハワイハターク。知らなかった。ココナッツとかさ、いいよね。ナイスクリーム。美味しそう。なんかおしゃれ。スイカのジュースもある。いいわー、ハワイって感じですね。ハワイめっちゃ感じと。何これ、タオル。あ、このね帽子もいいな、手作り帽子。わお、まさかのストリートフェスに遭遇、嬉しい。でもこれ働く方は暑そうだな。こっちは結構クラフト手作り商品が多いですね。あ、でも食べ物もあるか。ちょっと明日待ってるなら本当に来て何か食べたい。あ、でも、あ、やばい、今日土曜日やん。ファーマーズマーケットのこと忘れてました。最近ちょっとファーマーズマーケットにも行けてないので、カカアコの。あ、ピアスもかわいいんだ。いろんなものがあるんですね。これは女子好きそう。あとは、うわ、やばい、美味しそう。パイナップル。いいね、最高。めっちゃ美味しそう。さあ、こんな感じか。売ってるものが水着だったりさ、パレオだったり、ああいうレイを使った花飾りとかピアスとか、海モチーフの雑貨だったりとか、いいね。バンブーステッカー、これはまあどこでもありますね。あとアロハシャツ、まだまだ続くと、ここで終わりと思っとった。どこまで続くの。でもちょっとここら辺で終わりかな。時間がないかな。あ、これカヌレやん。ちょっと時間がないのでここから曲がります。これサイレントディスコじゃん。びっくり、混み合ってましたね。いきなりストリートフェスがあっててちょっとびっくりしたんですけど、で今ちょっと買い物に寄り道して、これから仕事へ行ってきます。頑張ります。ではでは。